皆様こんにちは、サックス奏者の鈴木優子です。今日は今後のことについてお話したいことが大きく2つあって動画を撮っています。今世の中はとっても大変なことになっていますよね。私もそうですけれども、大変な思いをされている方たくさんいらっしゃると思います。でもなんとかこの状況を打破していかなきゃいけないところで、実際にいろんな工夫をされて行動に移されている方もたくさんいらっしゃいます。私もなんとか乗り越えていきたいと思っています。こんな時だからこそ、オンラインでいろんな方とつながれるのではないかなと思っていますし、ぜひこの場で皆さんとコミュニケーションをとっていったり、輪をもっと広げていけたらなと思っています。はい、今後のことについてお話したいことのまず1つ目なんですけれども、今オンラインレッスンを行っています。やっぱり音楽の仕事はレッスンだったりコンサートだったり対面でしか成り立たない部分っていうのが多いと思います。ですが、こんな事態になってしまっているので、オンラインでのレッスンを実施しています。やり方としては LINE の通話、動画ですね、あと Skype、 この2種類を使ってやっています。もしお家で吹ける環境のある方、オンラインレッスンご希望の方はぜひ DM だったり私のホームページのお問い合わせからご連絡いただければ嬉しいです。一応概要欄にも載せておくんですが、詳しいことはぜひご連絡いただいたらその時にお話していきたいと思います。サックスはやっぱりトランペットとかもそうなんですけれども、音が大きいので実際お家で吹ける環境が整っている方っていうのはたくさんはいらっしゃらないですよね。なので実際にオンラインレッスンに結びついている方っていうのはすごく少ないです。はい、実際のところ今スタジオとかもねお休みなので、本当に吹きたくても吹けない方たくさんいらっしゃると思います。お教室でしか会えない方もねたくさんいますので、ちょっと今は本当に耐え忍ぶしかないのかなっていうところもあります。もしオンラインレッスン可能な方はぜひお申し込みお待ちしています。体験レッスンも通常料金の半額で行っておりますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ2つ目なんですけれども、ざっくりと言うとサックスに関するお悩み相談室をやりたいと思っています。今実際皆さんYouTube だったりとか SNS だったりとかそういうのを見る時間っていうのはすごく増えてると思います。なのでコメント欄だったり、Twitter だったりにコメントをください。時々 YouTube の私のチャンネルの方にもコメントをいただくんですけれども、例えばどこどこがうまくいかないんですけどどういうふうにしたら解決できますかとか、あとはタンギングうまくできないんですけどどうしたらうまくできるようになりますかとか、そういう簡単な簡潔な感じでいいのでぜひお悩みを募集したいと思います。いつもねできる範囲で私も答えさせていただいてるんですけども、本来だったらやっぱりレッスンで仕事としてお答えしていきたいという思いがあります。今まで培ってきた経験だったり知識だったりを、お渡ししたりアドバイスするのがレッスンでの、自分の仕事だと思っているので、あくまでもお悩み相談室はワンポイントアドバイス的な感じでやっていきたいと思っております。あと実際にですね、対面ではないので、その方がどういったセッティングを使ってるとか、どういうアンブシャーで吹いてるとか、細かいところが見えないので、文字と文字のやり取りになってしまいますので、ちょっとご希望に 100% 沿った回答ができるかわからないんですけれども、できる限りワンポイントアドバイスしていきたいと思いますし、皆様とつながっていきたいと思っていますので、気軽にコメントください。はい、これは永遠にやっていくっていうわけではなくて、今の自粛期間だったり、この状態が落ち着くまで、本当に落ち着くまでっていう感じで、期間限定ではあるんですがやろうと思ってますので、どしどし書いてください。このコメント欄か、Twitter の方にお願いします。お返事としては文字で返す場合もありますし、動画が撮れそうであれば動画で返す場合もあると思います。はい、最後にこのチャンネルで今後見たい動画があれば、それもリクエストをお願いします。私自身も今編集中のものもいくつかあったりはするんですけれども、いろいろ考えてはいるんですが、皆様のダイレクトなお声もぜひこの機会に聞きたいなと思っていますので、例えばビブラートの上手なかけ方とか、そういった感じだったりとか、あとはこういう曲吹いてとか、そういうのでもいいので、お声をお聞かせいただければとても嬉しいです。はい、そんな感じで結構ね、やっぱりちょっと孤独な戦いを今しているので、SNS 上だったり、こういったオンラインの場で皆さんとつながってチャンネルも楽しくしていきたいですし、輪を広げていければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ぜひ乗り越えていきましょう。最後に、いい方向に物事が進むように、ちょっと願いを、祈りを込めながら「アメージング・グレイス」を吹きたいと思います。聴いてください。ありがとうございました。